どうもタブヤンです。今回はファミコンの麻雀ゲーム中国雀士ストーリートンフーをやっていきたいと思います。1989年夏目さんの作品です。今日は論法国杯麻雀大会だ。ヤオチュウが私ですかね、トーナメント戦に参加します。これ8、4、8、16人かな、16人、ベスト16からですね、行きましょう。なんて読むんだろうな、これユーユーかな。お前が俺の相手か、よろしくな。ユーユーと戦います。ユーユーじゃないですよファミコン世代ならね、もうユーユーと思ってしまうよね。さあ行きましょう。このゲームね、普通の麻雀なんですけども、このキーというのがありまして、でキーがね 100% になると、天神相撲というね、気合の入った相撲ができるということでやっていきましょう。麻雀の実力は下手くそですからねこのゲームね、実況する前にプレイした動画を上げておりまして、まあ、トーン1曲だけなんですけどね。でその動画でね、なんとやらせなしでね、役満出してますのでよかったらそちらを見ていただけたらと思います。今日も役満出したいね。まあ無理だろうけどね。これチートイツかな、チートイツイーシャンテンってやつですか。皆さん、おっと違ったね567揃ってたじゃないか。おい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 、6、パツかペーとか来たらね、ペー系だから泣いてもいいのにね。上がれなさそうだな。おお来たね。これリーチ、リーチはね上ボタンですね。6か7、こっちでいこうか。リーチ、ロスを待ち。ロスを来い、来るんだロスを。リーチしてはいけないパターンなのかな、チートイツのみで。あー来ない。ベスト16勝ち抜かないとね。ちなみにこのゲーム、東風戦なのでナンバーはありません。こいつに勝たないとね、悠々に。なんか雰囲気ファミリーマージャンに似てるよね。シャーケ、リャンソーが、おお、トンも来たし、リャンソーがあんこですよ。すごいねこれ。どうしよう、こっちか。おお、なんかキーがちょっと増え上がりましたね。これ数あんこもあるよ。これゲームですからね、ちょっと一風変わったゲームだから、これ数あんこあるよ。これベスト16だからちょっと難易度簡単になってる。おっとリーチされたよ。どうするこれ、イソチラッソ捨ててるからこれ数字なんじゃない。おりゃ三蔵、どうするのこれ。カンする勘しよっか。これ捨てれないから勘、ドラ増やしてしまったよ敵のおりゃ端っこ、パーピンはやばいんじゃないかパーピンがローマやばいよね、もう多分。ああ
あ、よかった、裏ドラ乗ってない。リーズもドラ1。参ったな、負けちゃうよ。トン2曲レンチャンか。キーは上がったままだね。いつもしたりしたらキーが上がるのかな。自敗整理から行こうか。自敗整理、麻雀はね、下手くそですので。でもね、麻雀を愛する気持ちはありますよ。好きですからね。お、ドラ2枚いきました。いいんじゃない。チューンか、9ピンから先捨てとく。なんだ、気合や上がったよ。2334、おー、チューン切っとくか。おお、456、これはどうしたらいいんだ、わからんぞ私には。9万2枚あるから、数ピン切ってウーピン待ち。あー、これでヤンメンにしましょうか。ウーマンとか来たらいいのかな。あ、でもウーマン4残しててもよかったのか。3式もありえるよみたいな。あー、3式。3式で リーチだったね。ああ、参ったな。これどうする、ウーマン来そうにない。これローマン捨てたら、ドラと3万待ち無理かそれ。ウーマン待ちにする。ウーマン待ちでリーチしようか。ウーマン待ち。あ、ちゃんと教えてくれるんだこれね。ウーマン来い。あー、これ変えたかったね。交換したかったな。ダメだったね。残念。うわ、ウーマン3枚持ってる。まいったな。流れましたね、流れ3本。お、1234揃ってる、すごい。これはもうあのチャンタでいいんじゃない。チャンタね、決め打ち、素人は決め打ちしますから。素人決め打ち数万切り。これでドラの2ピンが来れば、おー、来たね。何が。キーが上がってますよ。あー、どうしよう。どっちかな。おっと、悩ましいのが来た。これ、2ピンが来てほしいんだけど、2ピン。あー、これ、それ泣きたいね。チーだね。チーしようか。チーで、これで2ピン待ち。ドラ待ちですね。ドラマチックっていうやつですよ。ドラマチック来い。あー、惜しいな。ドラ来ないか、そう簡単に。ドラはドラ来い。あー、ダメか。テンパイだね、でもね。うん、テンパイ、どうだ、あいつは。ノーテン、おっしゃ、地味に追いついてる。トン4曲ラストオヤですね、私。さあ、ここで連チャンして逆転。2、3、4、5、7。うん、そこそこいいんじゃない。もう自敗切っていこうか。気合が全然 100% にならなかったね。2468。あー、どうしたらいいのこれ。2334572468、これ切っとこうか。567、こりゃ。イスピンが来たらもういいから。
で2メンツ、マンズで1メンツ、ソーズで1メンツみたいな。あー、ソーズ1メンツだからこれいらんでしょ。とりあえずレンチャン。あー、そっちが来んのか。イーペイコーにしとく。イースーピン、あー上がれそう。脳天だと終わりか。これ何これ、チートイツだったのか。あー3万、噛み合わない。いや、そう、チートイツだったらいけたのか。あー今スーピン泣いた方が良かったのか、チーで。お、来たスーピン。怖い、何これ。いやいや、気合いって言われてもな、いらんのじゃないのこれ。あ、これチー知っとこうか。チー、これで形式転廃。なんだ気合い、気合い入れてもしょうがないんだけど、形式転廃でもう一回気合い 95%。 国士やってたの。え、何それ、国士じゃないの。すごいことしてるよね。そんなことされてももうどうしようもできないわ。ちょっとコーヒー飲ませていただきます。アイスコーヒーね。おお、気合いきた 100%。 なんかね、ツモするときに上と A ボタンを押すとね、天神ツモっていうのができるらしいんで、ここぞというときにしましょうか。これでも端っこに寄ってるな、どうしたらいいんだろうこれ。ダブトンドラさんとかでトン来てほしいね。トン来い、トン。だこれ、いや、あ、これいいんじゃない。これ数層切ろうかな。5、6。早くない。ちょっともうイカサマズもしようか。できないの？どういうことなんこれ。気合をいつ使えばいいんだろう。え、違う違う違う、リーチなんかしないよ。リーチしないって。間違ったんだけど。リーチ、あ、よかった。イカ様になるかと思った。あ、トン来た。これはいいね。よし、戦いに戦いましょう。どうやって。イーマン切ろうか。よし、ハク、とりあえずイーマンもう一回切る。ハク、ハクは大丈夫でしょう。負けたくないな、1回戦で。イーマン切っとこうか。うわー、あはは、ダメだこりゃ。全然揃わないもんな。あー来た、ポンしましたよ。そしてそして3万切る。9万ローマン切って3万。負けた、完敗です。リーチのみ。1回戦負けか。これからもね、ちょっと麻雀ゲーム、いろんなファ、あのレトロ麻雀ゲームをプレイして、あの修行を積みたいと思います。よかったら皆さんアドバイスをお願いいたします。こういう時はこうした方がいいとかね、勉強していきたいと思います。
温かく見守ってやってください。トーナメント勝ち上がりたかったね。それではまた、さよなら。